11レースチャレンジの決勝戦がスタートを切りました。2番車の岡田雅也が飛び出しています。まず2番の岡田が前を取りました。1番の松尾大輝です。大きく車間が空きました。7番の門博也、そして3番車の岡部レオ、4番車の石井です。後方5番の桜川、6番車の稲留が現在は最後方。向こう上面から3コーナーにかかってきます。前を取ったのは2番車の岡田雅也です。これで7番の門博也が上がっていきます。7番2番と中四国の2人、そして1番車の松尾が3番手ですが、後方から6番の稲留敦樹が上がってまいります。ここは九州地区です。鹿児島の稲留に地元一発が期待される松尾です。そして3番の岡部は5番手回り、東の大きな軸ということになります。その岡部の動きには5番車の桜川、4番の石井と従っています。2周回目、向こう上面から3コーナーにかかったところ、あとはこの東の軸岡部がどのあたりから仕掛けていくかということになります。4コーナー回り切ろうというところでようやく上昇開始です。4コーナーから直線、残り2周、7番の角をどかしていこうという3番の岡部、しかし7番の角が突っ張っていく。結局3番の岡部は車を下げた。4番車の石井が切り替えてしまいました。例によって3番手か。3番車の岡部は引いて現在は6番手、4番車の石井は切り替えています。引いた3番の岡部がもう一度巻き返していきます。5番の桜川がこの回転についていけません。むしろ3番の岡部は3番手、いや4番手に収まった。7番2番、そして6番車の稲留が3番手、4番手は3番の岡部という展開に変わっている。2コーナーから向こう正面です。6番の稲留が3番手から渾身の力でまくっていく。逃げる7番の門博也、そこを捉えようという6番の稲留だ。4コーナーから直線、先頭6番の稲留、直線に帰る6番の稲留、そして2番車6番2番、3着が3番車か7番車か。豪快にまくりました稲留、今シリーズ完全優勝、そして初の優勝ということになったようです。6番の稲留、2着2番の岡田雅也です。3着どうやら7番の門博也、6番2番7番。審判の決定放送までしばらくお待ちください。チャレンジの決勝をお伝えしました。